こっちかいっこーいっこーブーブー、こっから見てよ。オレンジが死んだ。おー、よかった。アドミンです。アドミン。アドミンだよね。めっちゃびっくりしたんですけど、僕、標本室から除染室に抜けて、アドミン抜けて、で、その時まだ停電だったんですけど、うん、アドミンで人数確認して心電図見て、はい、チョスさんが、生きてたのに死んでる状態になって、うん、えって思ってアドミンに見に行ったら死んでたって感じ、うんうん、じゃあ、ほんと直前じゃん。示しにスタッフ相手が、そうですね、いましたね、レクトリカル。今俺心電図見てて、心電図のブラウンが、ブラウンじゃねえか、オレンジか、オレンジが黒くなったからオフィスのボタンを押しに行ったら、黒の子さんも一緒に、黒子さんも一緒に動き出して、アドミンの方に向かって、そこで死体発見報告だったから、すげえびっくりして。私もカメラ見てた。僕目線、アドミンに死体あるの確定だったんで、そっちに向かったって感じですね。現職さんが死ぬってことはそうだ。はい。エメジさんはね、相方位置ですらないと思ってます。お。ウェポンでシューティングやってて、停電が来たタイミングで、扉もさらに閉まってたけど、絶対殺し時だから、俺を。なんか、いや、そうなんですよ。スナパイさんと、スナパイさんとコミュニケーションで閉じ込められてて、ウェポンでバンドエッドさん閉じ込められて、これはうちが行くしかないと思って。そうね、そこで死んだんだったら、まあ、スナパイさん、清水さんは違う。スナパイさん、清水さん、寺蔵さんは白ですね。で、カメラ見たときに、寺蔵さんと黒子さんが心電図見てて、そこからカトネオさんが右側のオフィスから入ろうとしてたのかな、ちょっと。あ、そうですね、そろそろ誰か死んでんじゃないかなと思って、その心電図のとこ見に行こうかなっていうところで、あのレポートが鳴ったって感じですかね。なるほど、うんうんうん、それはじゃあ、犯人候補じゃないって話ですか。綱さん、あの、その位置で心電図見てた時に死んでたんだったら違う、カトネオさんも違う。で、黒猫さんが私停電の前に、あのラボの除染室から標本室に行くのを見てるんで。そうだね、停電の前。でも、あの停電開けてから黒猫さんとすれ違ってラボ、うん、俺ラボに戻ってきたよ、ね、そうそうそう、だから無理かなとは。これ犯人候補全然絞れてないよ今日のゲーム、うん、もう一回、まだ進めれそう。はい、お、なんかすごいいいキルだったのか、よくわからんけど、向かおう。
まあ一応さっきのところだともしかしたら黒の子が浮いてるかなっていう感じだったので一応押しました。なんかスナッパイさんも、うん、なんか待っててくれたみたいですけど、で一応黒の出てなかったのって誰、黒の子さんと、あ、浮いてるのかってことですね。あの亀がずっとラボの方でいろいろやってて、その停電明け直後に黒猫さんとラボのとこですれ違ってちょっとしたらなったんで、殺すタイミングによって黒猫さんも無理かなと、っていうのも、ツナさんとかがいた時自分もラボにいたんですけど、確かにその除染室行って標本室でタスクをやった後にまた上の除染室、うん、あ、その時2人ぐらいいたんだよね確か、で一応怖かったんで除染室のその標本室まで行ってまた戻ってきて一人になってたんで、ラボのあのスイッチのパチパチとかをやってました。そこでカメさんが来てきた感じですね、うん、さっきの話だと黒子さんが、心電図で死んだ瞬間を見たって話だよね。で現状さんも俺も一緒に見てる多分、寺蔵さんが見たタイミングだから、寺蔵さんには犯行無理って言える？黒子さん無理です、100%無理です。オッケー、じゃあずっと見てた、黒子さんがアドミンに向かってる道すがらで誰にも会っていないならば、下から現れ下に逃げてたことになるよね。そうそうだ、だからスペシメンルーム除染室あたりに行けた人が犯人ですよ。もしかしたら弁護じゃない、もありえますね。あり得るね。そう、それも含めた上で、あの黒の子一応ここで今スイッチをしたような感じでしたね。黒子さんの見つけた場所もっと詳細に言える、弁当の近くとか。いや、もう完全にアドミ見るところです。見るところ左側。見るところ。はい。左側です。そしたらバンドレットかな。あ、マンさんはウェポンに閉じ込められたんで無理です。それいつの話？それさ、だいぶ前じゃないの？おじさん停電直したじゃん。あのブーってなった直前の話をしてる。ごめんなさい、なんでもないです。しめじさんがね、バンドレッドさん守ったからバンドレッドさんが犯人の可能性があるかも。なんで？しめじさんは白でも黒白と言いがち。どういうこと？よくわかんなかってきた。スペシメンルーム行こう。あー入れて。スナパイさんか。殺しておきたいけど。どうかな。えっちら、おっちら、えっちら、おっちら、えっちら。えっちら。ずっとここで待ってよ。白取りたいけど難しい。二人来ちゃったな。ラン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 。ファンさんか。やっといた方がいいか。えい、この三振取るか。ラボラトリはい、今度は黒じゃなかった。現状、よかったね。現状のラボ入ってすぐかな、の、あの上に上がってドリルのところのタスクがあるところに入るところでバンちゃんが死んでました。で、死んだタイミングは停電治った瞬間には生きてて、その後なんだよね。だからタイミングとしては、カトネオさんとかがあの、スペシメンからアドミン方面に来たとき、はい、そのタイミングぐらいで死んでるとは思う。
ってこと、あと、候補に入っていないってこと、候補に入ってるってこと。入ってない。入ってない。ないそれでしたら亀さんもか。ほぼほぼ一緒に。亀さんと僕ずっと一緒に行動してたんで、ほぼ。うん。ね、除染室上ですれ違ったのよ、俺。あ、そうですね。スナパイさんともすれ違ったので。その後、はい、スペシメイって誰かいた？あと俺がいた。俺がその後す、進んで、除染室側からラボから抜けてるけど見てないね。スナッパイさんは見た？バンさん。バンさんはね、エレクトリカルが壊れたじゃん。俺がちょうどラボたどり着いたぐらいでエレクトリカル壊れたと思うんだけど。うん。あのちょうどすれ違ったタイミングね、ネオさんと。そうですね。カメさんと。うん。でその時にエレクトリカルの入り口のところにいたよ。うん、治ったタイミングで。え、結構みんな固まってたんじゃないですか。私ボイラーとかエクトリカルにを直した自覚なりした、はい、しめじもう一人はしめじ直したとかいました。あとピンクもいた気がする。ああ、その時ね、その時はいたわ。いたいたいた、はい、の子が、クロノコさんかな。じゃクロノコさんとしめじさんとスナッパイはと、あ、バンドレッツさんは停電が直った時いたんですよ。もう一回話すか。ちょっとよくわかんない。わかったわかった。もう一回話そう。うん。まあ、早いかなっていう。ちょっとそうね。よくまとまってない気がした、ね。あのね、最後にバンドレッツさん見た情報をその4人が出すべきだ。あ、そこにいた4人が。そうそう。だからスナッパイさんからしか出てないから、なんで他の人は覚えてないんだろうっていう。あ、ネゴシミュート。亀さんミュート。あ、頭使うとどこかしら忘れちゃう。失敬しました。はい。はい。っていう感じなんですが。はい。エレクトリカル前にいたのは、もう、しめじさんも、フロンコさんも見てる。見てる。あ、そうだね。しめじさんはエレクトリカルの方に抜けてるのを見てます。っていうか、ボイラーで一緒にタスクやってました。あ、はい。クロノコさん、スナパイさんあたりじゃないかなと僕は思ってるんですけど。なんでスナパイさんは、スナパイさん、その最初の初産の時って、どこにいたって言ってましたっけ？近くにいました、私と。はい。ああ、そうですか。の方で。了解です。じゃあ、ヌコさんに見えるかな。おぉ、クロノコになっちゃう。エレクトリカルを直した。とエレクトリカルの時、ツナさんもなんか、うん、ん、私いないよ。あ、違う人だ。それ以外に隠しのところを出していきたくて、うん、綱さんが心電図で見て実験所に向かっている前に、その亀さんと、あ、亀さんと加藤ネオさんは、うん、あのそのハンコに及べないので隠しろで見ていいと思います。はいはい。二人ともスペシメンから来てるんだっけ？一応。スペシメンから。二人で一緒にいた？ほぼほぼずっと一緒にいた。ほぼいました。あの、ボタン、てか、あの、レポートなる前まではほぼ一緒にいました。うん。それ以外を出していきたくて、はいはい、なんでそんな、スナッパイさんとか黒猫さんに絞られるのかがよくわかんないから。バンさんとか、ゲンさんとかは、しめじさんとか。私と、あの、あ、バンさんはいないんだ。ごめんなさい。死んでる人、言っちゃった。停電後にでしたっけ？はい、そうです。ボイラーの方にいたので、はい、まずラボとかは無理だ。黒子さんとしめじさんは無理なのね。うん。クロノコさんが浮いてますけど、クロノコさんはあのアドミン付近におりましたけど、その時はこれはバンさんが死んでる時ですよね。バンさんの死体ってどこにあったんだっけ？ラボ入ってすぐドリルの前、うん、ドリルに入るところ、うん、あれ寺蔵さんもかのサロンじゃないのじゃ。俺もだからそっち側から出てはいるから、バンさんを見てないっていうだけ。
あぶね。あぶね。カメさんがめっちゃ見てる。タスク終わりました報告と、はい、誰も死んでません報告です。はい、タスク、早い。あれ、あ、タスク俺もあった。私もスペシメンで終わり。カメボのタスクないかな、一つかな。じゃあまあタスク勝ちの方面にします。そうです、まあ、そうだね、ちょっと絞りきれないかな。そうですね、下手にボタン使いすぎちゃうと、またさっきみたいに、うん、謎のモヤだし、ボリュームが起きちゃうから。標本室に行くんだったら、しめじさんについていくよ。そのまま、標本室で終わるから、しめじさんとその後ずっとついていく。あ、私もね、標本室でラスト、うん。一応さっき疑われたから自分の白アピしておくと、俺は実験所の方から出た後、心電図見て、死体が出てるのを確認して、アドミンで、確認しつつ、リアクターが鳴ったから、綱さんと一緒に実験所付近までは一緒に行ってるっていうぐらいの時間はあるよって話はしとくね、うんうんうん、全然人と会ってないんだよな。ね、死体発見されたのが実験所なんでしょ。で、実験所を通った履歴があるというふうに言ってるのはスナパイと、テラゾーと、うん、でカメカトネオの4人だけなんですよ、はい。うん、で僕はかあのカメカトネオは標本室で俺見てるから、うん、あの絶対無理だ、履歴があるって宣言した人、ね、うん、だから、はい、俺の視点でも当然この2人はなくて、で俺はその後、はい、あのエレクトリカルじゃないが壊れていたので直行したんですが、うん、そこに生きてるマドレットは見てるのね、うんうん、でその後実験場で死んでるっていう時系列から考えると、うん、エレクトリカル直してバンドレットの行動を追尾でしてた可能性があるしめじか、黒猫か、と遅れて出てきた実験所から出てきたテラゾーになるんだけど、その後誰か目撃されてないの、遠いところで誰か、うん、わしかないのか、例えば俺がアドミンとかにいたっていう話とかみたいに、うん、分からぬ、黒子黒猫についていきます。死んだら刺してください。いいんじゃないでしょうか。早く殺さないと。こんなもん、ここにいるやつ殺すしかないじゃん。死んでますけど。はいはいはい、園長さんが死んでたんで。ん？園長さん、あれ？あれ？死んでないのか、これ。死んでない、死んでない。ごめんなさい。ないよね。もう2時間やってますから。心電図の表示を見誤って死んだのかと思っておっしゃいました。園長さんは。とっても可愛いので、テラゾーさんは白だと思います。ごめんなさい。誤報だ。とっても可愛いので白。タスクをが、あの、違います。タスクを30秒稼ごうと思いまして。あ、なるほど。はい。以上です。うん、いや、あの白いと思った理由はそっちなんですけど、うん、可愛いからということ。ね。よりわかりやすい。やったー。これが向こうのテラゾーさんの本気。俺も可愛いとしたら白になる。そしたら。うん、なるよ。あ、本当。可愛いムーブしてくれたら。タスク終わりました。終わってます。終わってます。ごめんなさい。すいません。ちょっと待って。心電図見てたからタスクしてませんでした。青タスクまだ残ってるんで頑張ります。ウェポン終わったか。あとコミュニケーションのあれだけなんで。よろしくお願いします。かわいいムーブ。頑張ろう。もうやる気ない。殺したと思ったのに一人。
してる場合じゃないんだが。停電か。ダメだ。黒猫さん。ちなみになんですけど、窓越しで黒猫くんがの穴入ってくの見えたんですけど。あれ見てんだよ。お前まだダウンロードやってただろうがよ。いや終わった後、あ終わった後言ったらその穴の中に吸い込まれていく黒猫って名前が見えたんだよ。そしたら横に黒子さんの死体が転がってんだよ。いや違う違うんです。そこはあの落とし穴に引っかかっただけなので、ね、別に弁当に入ったとかじゃないです。あなるほど、ね、その可愛いムーブは黒寄りの可愛いムーブ。あんなところに穴があると思わなくて足引っかかってちょっと転んだ。めっちゃ窓から見えた。黒猫さん窓から見えたとか初めてのパターンだな。そんなことある。いやだってなんかあの人は見えてなかったんですけど、名前が穴に吸い込まれるとこ見えたんですよ。名前が。ああ、まあでもそもそも、まあ、黒子さんが人いっぱいいるのに行動共にする言ってるから。そうですね。違うんです、違うんです、穴に落ちただけなんです。弁当に入ってません。なんかマイクラの名前表示ミスみたいな。そうだね。起動失敗みたいな。ちょっと昼も黒猫さんがすると相方一カメさんになるな。落ちちゃっただけなの。あんなところに穴あると思わんやんだって。かわいいな。黒猫さんがやったであろう事件を洗いませんか、とりあえず。うん、あ仮に現状さんを黒猫さんがやったんだったら相方一はカメさんになる。カメさんが黒猫さんの白照明をしてたから。あまあそうですな。でも、弁当屋さんで殺してるんだったら割と。多分、バンドレッド殺しと黒子さん殺しだけかもって感じ。建築さん殺し。本当にそれでいいのかな、果たして。いや、あんなに入ってる子は欲しいのに。すいません。あとまあ、タスクでいけるでしょう。タスク、頑張ろう。いけるでしょう。多分ストレージで殺された人がまだ助かってないだけだと思っている。なるほど。いや、足終わってないんだけどっていう。主張。受けてきれ。亀さんについていくとまずいかな。おカメさんを殺すわけにいかないんだけど、殺しかねえか。シュン。早く殺さなきゃ。早く殺さなきゃ。もう時間がない。いや、通報しようか踊ろうか迷ったんだけど、通報しちゃった。あ、はい、心電図の見方全然なんかよくわかんなくなった。踊ろうかとは。いや、もうタスク終わるだろうなと思ったから踊っててもいいかな。うん、まあもう30秒で終わるんじゃないかっていう議論だと思うけど。うん。心電図で死体発、うん、死んだところを見て、アドミンで確認しようと思った時にスナパイさん、しみじさんとすれ違って、死体発見場所は、O2 入るところ、左下の入り口のと外です。ほうほうほう。うん。だから、まあ、タイミング的にできるのは、寺蔵さんが、カトネオさんの、どちらか。そうですね。オーマイガッ。うん。そうだね。そこら辺でカトネオさんは見てるね。てか、カメさんもそこにいたのを見てるし、俺。ああ、はいはいはい。なるほど。ツナパイさんと、ツナさんとシメジさんは一緒にいた。
はい。シンデンズで、スナパイさんとシメジさんがアドミンにいた形かな。あ、そう、アドミンに。で、そうですね。はい。っていうか、テラゾーさんですね、これ。そうなの？なんで？カトネオさんってさ、さっきのターン何したか覚えてます？うん。うん。黒猫さんを告白したんだよね。ベント入り。何？じゃあ俺視点どうなるの？ベントに。俺もさっきでも隠しろ取ったはずだから。何の？かわいい。え、ね、ちょっと待って。かわいい。かわいいな。投票できねえ。ダメだ。待って、俺じゃないんだけど、マジで。どういうこと？それは。そうか、かわいいで隠しで取られてそうですね。そんな僕になっちゃうんですかね。うん、そうだね。いやー、手が勝手にスキップに。どういうこと？いや、まあ、俺つっても終わんないからスキップしてタスクしませんかっていう感じなんですけど、僕視点は。あの、僕がタスクあと右上の望遠鏡で終わると思うんで。了解です。はい。スキップスキップ！はい。スキップスキップ。全部入れるなよお前たち。俺の票まで入ってんじゃねえか。いやそれはもうだから振りだと思いまして。いいかよ。フラノさんごめんなさい。もういいんだけど。俺の票まで入ってるんだが。いや今の面白いな。スキップって言ってる。スキップスキップ。全部。ダメだったダメだったよ全然。ダメだったよ。殺す機会が全然なかった。マジでアップロード終わって、おし、じゃあ外ちょっと見っかで、その前黒猫さんと黒子さんいたなーって言ったら、黒猫の名前がスッって弁当の穴が入ってくる。どういうことって。ダウンロードしてから、そう見えないと思ったんだけどね。人はね、本当に見えてなかったんだけど、名前だけがね、スッって入る。名前はすごい。じゃあ、現状さん殺したのは黒猫さん？あ、そうです。そうだよ。タスク少ねえよ、タスク。タスク少ねえな、タスク。ショートタスク5だ、こんな。現状スクは2度死にました。毎回タスクに追い詰められてんだよ。そうだね、現状スクは2度死にました。5なんよ。じゃあ現状で殺したの、僕でーす。殺した後、心電図アドミン、心電図、実験場の近くみたいな。ツナさんと一緒に行動して、ツナさんが発見する前にキルクール溜まったらツナさん殺そうって言って、みんなドロドロついてきやがる。そんな感じでした。はい、行くぞ。行くぞ、行くぞ、行くぞ。はい、行くぞ。難しすぎんだよ。はい、やろう。すぐ殺すからな。はい、やろう。殺しちゃうからよ。すぐ殺した方がいいぞ、インポスター。